コロナで苦しめられた今年は早くも年末の風邪ですね。このままコロナが収束してくれることを祈りましょう。 HBB のオリジナル音楽紹介番組 HBB FM 小座土曜の夜は何してるです。案内役を務めますエンディです。ミレイです。今夜の BGM は南島のクリスマスです。12月らしいですね。さてさて、 HBB とは何かと申しますと、学校やお仕事が終わった放課後から好きな音楽活動をする放課後ブラスバンドの頭文字を取りまして HBB と名付けました。この番組はすべて私たちの楽曲で構成しています。面白そうだな、楽しそうだな、自分も歌ってみたいなと思った方は番組までお知らせください。もちろん学生さんも大歓迎です。ちょっとしたオーディションをしてからあなたに合った楽曲を提供します。そしてこの番組でオンエアしましょう。8月の1日から始まった土曜の夜は何してる？放送しました楽曲を、そして新しい楽曲を紹介しながら12月は番組を進めたいと思いますので、これからもご視聴をよろしくお願いします。それでは土曜の夜は何してるの記念すべき最初の楽曲をなごみが歌います。いじゅぬ花をお聴きください。
イジュヌ花でした。さて、今夜はバースデーライブの案内です。先月案内しましたゴヤバス停近くのフォーク村を覚えているでしょうか。忘れた方は土曜の夜は何してるナンバー15を改めて視聴してみてください。フォークシンガーの佐渡山豊さんを師匠と崇拝するフォーク村オーナーの西泊さんからの連絡で、12月8日の6時開場で7時スタートの佐渡山豊バースデーライブをライブハウスフォーク村で開催するそうです。ワンドリンク付きの3500円です。ただし限定40名様ですので、お早めの予約をお願いしますと申しておりました。なお申し込み先は0901325-1864西泊までお願いします。それでは今夜は再び西泊さんにドゥーチュイムニーを歌っていただきましょう。では西泊さん、よろしくお願いします。それでは聴いてください。ドゥーチュイムニー。久しぶりですから、どんどん間違えますよ。
母が何よりも生きてる私になれば、そうされたじゃいいんだよ、人間の妻だよ俺だったって、ほらでかすんだ笑ったって、とてんと甘がくしてよ、ドゥーチュイムニーでした。来年はドゥーチュイムニーリリース50周年記念と題して、ファンクラブによるドゥーチュイムニー歌会を開催する予定です。全国の歌いたい方はぜひ今後のお知らせに注視してくださいとのことでした。続けてミレイが歌います、島通りで行こうをお聞きください。
島ぞおりで行こうでした。この番組は毎週土曜深夜0時からの30分番組、 HBB の FM 小座土曜の夜は何してるです。1週間ごとの収録更新ですので、お時間がある方はライブで、忙しい方は YouTube 等で視聴してください。そして登録や紹介もお願いします。特に学生さんと一緒にチャンスをつかみたいなと思っている番組、土曜の夜は何してるなので、一緒に歌ってくれる、演奏してくれる仲間を募集しています。番組までお問い合わせくださいね。メールアドレスはすべて小文字で hbbfm761@outlook.jp です。アウトルックは outlook です。次は島の音を聞いてください。
それでは日曜から始まる1週間をみんなが無事に幸せに過ごせますように、体調には気をつけて、 HBB のミレイがお送りしました。 HBB の FM 小座土曜の夜は何してる、また来週土曜の深夜0時にお会いしましょう。